ばり上がっちゃったね。お前は下に降りて術師を殺す。孫？誰に命令してんだよ、ババア。わしはまだ肉体の情報しか下ろしておらん。そういう、よくわかんねえけど、俺の肉体は特別だからな。こいつの魂が俺の肉体に勝てなかったんだろう。そんな、ありえん。てめえも術師だろ。ニッタちゃんストップ。男ばっかで飽き飽きしてたの。文化村に隠れたふりをして、そのまま東急を通り抜けて。隠れちゃった。あ、君前あったね。どちら様ですか？なんだ、隠れたんじゃなかったの？シュー！なんで上から？かんざし。ニッタちゃん。君本当危ないことするよね。お、ねえ、立てない？どっちから殺そうかな。回れ口。何がしてんだよ。俺が楽しければそれでいいじゃん。やめろ。俺にこれ以上罪を犯す。状況見てよ、女の子が人質になってるでしょ。あー、逃げちゃった。仲間の数と配置は、壁？仲間の数と配置は知らない。死んでた。俺の術式がなければ死んでた。仲間の数と配置は、これ知らないんだ。空気読めよ。何人もの補助監督が殺されていました。あなたですね。ごめんなさい。レベルが違う。これが一級術師。新田さんのところへ向かいましょう。